どうもジョージアある日の野口です。この間友人がね、ジョージアで10ラリやったら一体何が買えるのかっていう動画を作ってたんですよ。10ラリってね、今この動画を撮ってる時点で日本円で350円くらいなんですけど、まあね、ジョージアで普通にスーパーとかで買い物したらいろんなもん買えるんですよ。それを見てね、ひらめいたんですよ。ジョージア人は10ラリ持ってたら何を買うのか。先日ね、こんな動画を作って事前にジョージア人の方々にアンケートを取ったんですけれども、ウトークミッカーリメゴプレボロングコンデートアティラリカルトベリビラスイキディメウィキディサムフレーディトークミッカーリ。まあこれね、普通にジョージア人の方々は10ラリを持っていたら一体何を買いますか、教えてくださいって言ってるんですけれども、それでね、出た結果がこちら。上から読み上げていくと、中国製 iPhone XS 10ラシじゃ買えないでしょハチャプリラーサクレレリアワトラどういうことあ、シャウルマ、はい。で次、ヒンカリ、あ、ヒンカリはジョージア料理ですね。ジョージア料理の一つです。ロビアニ、あ、ロビアニはね、豆のハチャプリですね。中にチーズじゃなくて豆が入ってるやつ。ルディ、あ、ビールです。ルディっていうのはジョージア語でビールのことですね。ビールを買う、アンアルビツィうん、わかんないよって感じですね。これ下のは何って言われてちょっとわかんない。マクドナルドシーサワードチーズグリーンマクドナルドに行ってチーズバーガーを買うシャウルマ、あ、シャウルマですね。ムツワディ、あ、ムツワディ、ムツワディっていうのはジョージアのポークバーベキューですね。ジェリーボンス、これジェリーボンスって何のことかわかんない。ジェリーボンスって何のことかわかりますか。マガリハル、ありがとうございますってことでね、皆さんシャウルマってご存知ですか。まあ、僕も詳しくはないんですけれども、元はね、シャワルマって言われるトルコのラップサンドなんですけれども、正確にはね、オスマン帝国の時代からあったってされてます。これがジョージアに入ってきてシャウルマっていう形でおそらく独自の進化を遂げていったんだと思うんですけど、串に刺さったね、肉の塊をそぎ落としてラバシュっていうね、皮に野菜と一緒に包んで食べるんですけど、これがね、もうめちゃくちゃうまいんですよ。僕の友人でね、これのことを完全栄養食って呼ぶ人がいます。まあ確かに肉も野菜もバランスよく入ってるんでね。このシャウルマね、スタンダードだと9ラリで買えるんですよ。それで大体飲み物と一緒に買って10ラリ。10ラリってね、さっき日本円で350円くらいって言ったんですけど、これジョージア人の感覚で言ったらどれぐらいなんですかね。確かダンスレッスンのキッズクラスが10ラリなんで、まあ日本で言ったら1000円か1500円ぐらいです。シャウルマ高っ、高級品ですね。今日はね、ちょっとそのシャウルマ買ってみようと思います。まあデリバリーでね。はい、というわけでね、はい、これね、動画だとあんまり大きさが伝わらないんですけど、結構手のひら2つ分ぐらいありますね。まあ断面はこんな感じです。肉と野菜、レタスですね、とマヨネーズとかね、いろいろ入ってます。あとこれ鍋グラビ、ジョージアの高ミネラル炭酸水ですね。これ日本でも買えるんで、ぜひ飲んでみてください。うわぁ、マジかよ、聞いてないよ、売ったなぁ、なんてこった。あ、案件じゃないですよこれ。うん、うまい。若干ね、辛いところがあったりするんですけどね。うわ、出た、このたまにね、グリーンペッパーが入ってるんですよね。すごい、この部分だけめっちゃ辛い。あ、コップ忘れてた。いや、これね、毎日食えますね。本当に美味しいんですよ。しかもね、これ1個でね、もう1日ご飯いらないですよ。すごいボリュームなんで。あ、トマトも入ってた、うまっ。あ、たまに辛い。いや、食った。
今日はもう食べれないですね。本当にね、これ見た目よりボリュームがすごいんですよ。中ぎっしり詰まってますからね。まあ今回はね、配達の値段も入ってるんでぴったり10ラリではないんですけれども、お店に買いに行けばね、シャウルマとドリンクで10ラリでね、もう満腹間違いなしですね。ということでね、ジョージア人が10ラリ持っていたら買うものはシャウルマっていうことでした。ぜひね、ジョージアに来たら1回はこのシャウルマ食べてみてください。シュクメルリの紹介をしろって？わかった、やるよ。皆さん、シュクメルリってご存知ですか？日本でね、松屋さんで発売されてね、一躍有名になったジョージア料理なんですけれども、いや、今紹介するんだったらそれだろっていう話なんでね、そちらもね、今度紹介していきます。最近食べてばっかだな、なんか。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではね、ジョージアとジョージアの民族舞踊のことを日本の皆様にもっと知っていただけるように、これからも頑張ってまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またね、動画以外の日常的なことはツイッターで発信したりしておりますので、ぜひそちらのフォローもしていただけたら嬉しいです。それではまた次回。はい。グッドホップ、ガモイツルアルヒ。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。